はい、どうもエンプです。本日の動画は SR のヘッドショットダメージ検証の動画となっております。何の装備だとワンパンで抜かれるのか、鉄鋼弾 AMR コブラだと全部の装備がワンパンなのか検証してまいりました。視聴者さんに協力していただいてライブで検証したものの切り抜きになっております。最初のマッチはゾンビモードだとダメージが出ると思ってゾンビモードで行っております。それではご覧ください。どうぞ。 スキルはねみんなで体力を上げてるだろうから体力はマックスで上げてきてかつまあ俺側のスキルとしても SR 振ってるでしょうってことでまあこれで仮定してこれでこれとこれのスキルでいいかな複合戦はねヘッドショットダメージを防いでくれますそれは確定情報っすね僕の前の検証で確定でヘッドショットダメージが変わってたんで防いでくれますお全員準備完了になったかな行っちゃってくださいありがとうございます ノーマルメットでアブローコブラいきますなぜか音が入ってませんが受け手側の動画となっております右上の時間のマークをエビデンスにしてください複合繊維版なしのノーマルメットだよね一撃だよね 複合繊維板なしだとノーマルネット一角ですね次じゃあ AWM の複合繊維板ありいきますアムロと AW の比較になりますダメージに差はないことが分かりますねおお何や あの,あの僕を殺した人誰ですか <laughs> えー、ゾンビモードをやめた方がいいですねす <laughs> みませんね <laughs> カーティーさんかこの野郎 <laughs> 別にいいけどちょそろそろダメだなこれと思ってた頃だからネタとしてちょうどよかったじゃあ距離減衰をなしにしたいから 10mAMR コブラ、えー、相手は 複合繊維版2枚付きのノーマルメットいきます。残るはず。はい、残る。AMR コブラ、えー、相手は複合繊維版2枚付きのノーマルメットいきます。残るはず。はい、残る。スチフロー、複合繊維版、えー、アムロコブラ。 フロー複合繊維板、えー、アムロコブラスチフロー複合船板エダブコブラスチフロー複合船板エダブコブラ コブラメット複合戦版2枚好きでエ、えー、ダブコブラエ、ね、ダブジャネイアアムロコブラいきまーすコブラメット複合戦版2枚好きでエ、えー、ダブコブラエダブジャネイアアムロコブラいきまーすエダブコブラコブラヘルメット 行きますカブコブラコブラヘルメットいきますこれに関しては想定外なんですけどスチュフロメットの AMR だけちょっと体力が残ってるように見えるんですけど。 おそらくドリンクの回復が間に合っちゃったんじゃないかなっていう予想ですちょっとこれに関しては要検証をもう一回しようかなと思ったんですけどこの後の検証であんまり意味がないことが分かったんでこのままご覧くださいどうぞえー、次アムロコブラ鉄鋼弾ですねアムロコブラ鉄鋼弾、えー、ノーマルメットワンチャン死ぬ 死ぬよねアムロコブラ鉄鋼弾、えー、ノーマルメットワンチャン死ぬ鉄鋼弾コブラ AMR のえーっとコブラメット多分死ぬ死ぬよねえーっとコブラメット多分死ぬ スチフロメットの金コブラ行きます。残るねえ。スチフロメットの金コブラ行きます。スチフロメットだけ生き残りますね。ただ俺の予想だとノーマルでもこれで生きるんじゃないかと思うんだよな。 次、ノーマルメットですね。ちょっと削れてるけど。さあ、3枚複合繊維版つけてるノーマルメットですね。いきます。あ、死ぬわ。<laughs> 死んだわ。2番つけてるノーマルメットですね。いきます。じゃあ、土風呂以外は耐えられないってことだね。なるほど。ってことは、土風呂メットが最強ですね。土風呂メット と三枚入れで抜けるか。スチフロメット三枚入れで抜けるか。あ、うん。プラスで体力残ってるね。はい、これでスチフロメット以外は生き残れないことがわかりました。一応ですが、複合繊維板ゼロ枚でスチフロメットの場合はこうなります。 スチフロベット複合繊維版なし。理論上耐えない。耐えないね。スチフロベット複合繊維版なし。理論上耐えない。スチフロベストに複合繊維版2枚でノーマルメット。多分耐えない。耐えないね。に複合繊維版2枚でノーマルメット。 たぶん耐えない3枚で、えー、複合繊維版のキンヘルいきます余まったいきます余まったいきますおすげえ耐えたえぐっ複合繊維版2枚のスチフロ複合繊維キンメットいきます えー、っと複合成板2枚のスチフロ複合繊維金メットいきますはいこんな感じの結果となりましたとりあえずスチフロメットと複合成板つえー、ってことですね 本番はおそらくこれに距離減衰がつくので、もうちょいダメージとしては低くなると思うのですが、まあ板2枚のノーマル、コブラあたりはおそらく距離減衰があっても一角ですね。かといってリードラインつけないで板3枚つけるってのもちょっと現実的じゃないので、対人戦はスチフロメット以外はありえないという結果になりました。 個人的にはね、コブラメット好きだったんで、ショックな結果となりましたね。そしてやはり、金複合繊維のメットは強い。がぜ欲しくなりましたね。あと、金 AWM かアムロの精密な弾丸をお持ちの方募集中です。手に入れたらまた動画出しますんで、チャンネル登録してお待ちください。あと、この動画ね、作るのにめちゃくちゃ時間がかかるので、よかったらいいねしてってください。じゃあ、また他の動画で会いましょう。 バイバイ。オッケー、集合写真撮ろう。オッケー。<laughs> ありがとうございました。<laughs> やべえ、勝負が始まった。